今ちょっと駅降りてね、そこ通り沿い、うるさいんで、これちょっと一本入りますね。おはようございます。今日はね、市ヶ谷柳町に来ました。で、この通りが、これずっと右行ったら神楽坂の方行くのかな。これで南北に走ってんのが、外苑東通り西通りなんかね、そんな名前ですよ。で、今日はね、前回の富久町って言った新宿のローカルエリア回ったんですけども、今日もね、そこからは結構離れてるんですけれどもね、またローカルエリア、新宿のローカルエリア回っていきたいと思います。でね、どっから行こうかな。さっきね、交差点、そこの交差点、市ヶ谷柳町の交差点があるんですけれども、そこを渡った時にちょっといい感じだったんでね、そこをもう一回渡り直してね、取れそうだったら取れますよ。どうかな、ちょっとね、交差点の真ん中はね結構危ないんでね、気をつけて取らないとね。見てる限りではちょっと難しいかな。おばさんいるしね。あ、やっぱりね、こっからじゃやっぱ遠いわ、あかんね。じゃあ次行きましょう。全然駅から離れてないな。ここも駅の入り口やし。ちょっと迷走してるわ。この道行きたいね。さっきのうだうだしてた交差点ここやから。ここでしょ。現在地ここ。だからこの道を行きたいね。この道ね。それ行こう。それ行ったらなんかありそうやわ。それは分からんけど。まだ一回もシャッター押してないもんな。あ、もうこの辺も古いお宅がいっぱい並んでるわ。こっちなんか正面ね、あんまりよろしくないね。こっち行ってみよう。あ、この先行き止まり。行き止まりか。で、車向こうから入ってるってことは、車ギリ来れんのかな。どうなんだろう。もうまた面白いとこやな。静かな感じで、犬の散歩のお母さんも来てくれたし、ここは弁天町第二アパート。ちゃんと感じ取らんとな、適当に撮ってるとこね。いい写真になんないから。お階段やわ。なんか書いてある。漱石参謀通り。これ左やね。この夏目漱石が過ごした家がこの辺にあったらしい。って書いてある。夏目坂通り。ここ今撮ったんです。ここね、
何寺かわかんないですけど、この前なかなか雰囲気良くて、これ夏目坂通り、おそらくねこれ右行ったらあの早稲田の駅の方だと思うんで、これでも左行ってもな、どうしようかな。このねでも下がったところも気になるんだよね。さっきなんか中学校の前撮ったんですけども、どうしようかな。こっちも気になるし、まあ、気になるとこばっかっすよ今日もね。ちょっと先に今来たとこちょっと戻ってみましょう。この左側の古いアパートがたまらないね。あれここ最初そっち行ったとこじゃ、戻ってきた。そうだよ、大久保通りだもん。戻ってきてる最初のとこに。これあの左行ったらあれでしょ、あの柳町の駅だよな。この通り沿いはないね。この辺面白いんだけどな、ちょっと見えててね、いい感じなんですけど。こっからなんか消えたなさっきのところからだったね、今撮ったとこ。まあ出来上がりはどうかわかんないけど。今ちょうど女性が歩いて行ってくれたから駅へ向かう人たち。さっきのやっぱりこう斜めにね、あの駅入っていく人がいたところが良かったね。もう何もないとね大したことないんだけど。あ、車来ちゃった。はい終了はい終了ちょっと自転車がガンガン来ちゃったけど、左曲がる言うてるから早渡らんと邪魔になる。これさっき朝見たとこね、全然あかんねもう光の加減で随分違ってくるからね、あの天気がいい日は。なかなか終わらんね。と先にセブンちょうどあるからセブンで水買うか。あ、自転車の人ね、いいね。あ、止まるか
あー止まった。だからタイミング悪いな。コープデリア、今度はせっかくやからコープデリアも綺麗に入れてちょっと溶け、もうちょっと上がっただけやねんけど、あれね、ずいぶん見晴らしが高台になるのね。見えるかな、よいしょ、ねえ、もう給食の時間が近づいてるからすごいいい匂いがするんですけど午後は吹いちゃうね。おじいちゃんもいいですね、南山伏町、あ、すげえ背の高いひまわりもう夏も終わりだっていうのに、そ正面の方、あのタイムズと前のね、ここは良さそうなんだけど、一応20基調だね。ここは南都町、南都町っていうのかな。でちょうど今これ住宅案内図があるんですけど、今現在地がちょっと真ん中右上ぐらいで、牛込第三中学校のところで来たのが、あの今20基町ずっと来たでしょ。だから今度はね、まあ、こっちの方行ってもね、まあ、遠くなっちゃうんで、なら、まあ、こっち行く、こっちの方、横寺町とか屋来町とかあっちの方行ってみます。あの、大久保通り渡ってね。そうしましょう。細工町、牛込中央通り、 あっちも気になるけどな。中央通りね、ちょっとあっちの先まで予定とは逆ですけど、気になるな。払い方町、なんかもう町名がいっぱいあってね、わけわかんない。どんどん予定と違う方来てんだけど、こっちが気になるんだよね。
この辺、この辺雰囲気あるわ。こっちも魅力的やけどね。まあいいや、とりあえずまっすぐ行って左で、これがね、多分あの折り外苑東通り、あそこ書いてあるね、東通り弁天町で、左行ったらね駅なんですよ、あのなんだっけ柳町、牛込柳町だっけの朝北駅なんですけど、ここね通り沿い行ってもなんかあんまり面白くなさそうなんで、ちょっとこの信号渡ってね、中入っていきますよ、奥の方入って、これいつまでたってもこれ押さないと、あ、なったのか、押しボタン式だから、じゃあこれ渡ってそこちょっと入ってみようかな。複雑やねここ。これこうあれ朝来たとかね、あの第二アパートかその前ですよ。家族？